大体中の要望なんだナイスプロポーズ。なんかインパクト重視な農家さんが多いね。そこも米なの？すげえカラフルね。すげえ。お米。農家のお米ってなってますね。すごいな。この近江牛もえらいコテコテに近江牛してるね。やっぱ農業王国大中なんかなんだ、農業王国大中は。インパクト強えな。でも、なんか設備は新しそうですけどね。ゴーゴー、ツツツ、ゴーゴー、モリヤマン。あ、ゴテとか佐賀南海道なんと名前使えないんやね。佐賀南海。とりあえず、あれですね。とりあえずあれだ。あれを渡ったら、琵琶湖大橋渡ったら、俺は配信か音楽をかけながらもう喋るのを放棄しよう。ここは白鳥川なの？あ、白鳥じゃなくて白鳥なんだ。へえ。白鳥でもないですね。白鳥かも。それにしても橋遠いですね。ノリで走ってきたはいいけど、遠いな。ああ、ダメだ、ダメだ、いただきだ。神妙も、男にしたいね。あ、でも、全然ないな。さあ、休み入りましたよ。もうちょいじゃないかな。2つ市ですもんね、あれ。まあ、こうですよ、あのは。
すまねえな。ちょっとトイレだ。恐ろしいだろ。こんなにもトイレが遠いんだぜ、俺は。なんか薄いローソン久しぶりに見た。しゃあ。さあ、行きましょう。あれちゃんとかかぼちゃんが。しかもちょうど琵琶湖の配信やってたんですね。お。東に進みます。続いて右方向です。ナビの音でけ。8キロメートル道なりです。ナビの音でけ。設定ミスった。もうちょっとですね。あ、これ明太パークなんや。もうしばる時間だよね。落ちるか、それぐらいにしばりますね。さあ、これやべえな。もうすぐ、琵琶湖大橋なんですけど。西日に、思いっきりぶつかってきそうだよね。これは。これは、もしかして。マブピーマリオ聞いてるんだ。マブシーベンチ。いろいろありますね。で、もうそろそろ曲がるところが出てくるはずなんだけどな。お、出た。これピエリですね。ピエリ森山ですね。